い、どうも皆さんこんにちは。ネタ100本企画、たい平ガロです。よろしくお願いします。私たい平ガロ、昔、売れてない時、別に今も売れてないですけどもね、ナンバーグランドカレス、いわゆる NGK で進行係してたんですけども、僕はちょうどいい日の時、僕はちょうど席外してる時に芸人さんが僕に話がある言うて、進行部屋までわざわざ僕のこと訪ねてきはったんですよ。あのメガネの進行の子おるか言うて、芸人さん訪ねてきはった。で、そこに4人他の進行係がいたらしいんですけども、そこにいた全員メガネかけてたという、誰やん、誰のことやねんみたいな変な空気になったらしいですわ。まあまあ、そんなメガネしか印象に残らないたい平ガロ、メガネだけでも覚えて帰ってください。誰が食い倒れの人間やねん。まあしかし、見た目ね、最近ちょっと太ってきまして、もうどうすれば痩せるかなって考えていかなあかんなと、ね、何を食べたら痩せるんかなと。よくその納豆を食べたら痩せるとか、わかめ食べたら痩せるとか、バナナがいいとか、こんにゃくがいいとかね、言いますよね。これを食べたら痩せるっていうのは、でもその発想がやばいんですよね。何を食べたら痩せるんでしょう。食べるから太るんですよね。デブは食べて痩せようとするんですよね。あの発想がやばい。もうデブは食いながらダイエットの話とかしますからね。よう考えたら、使うエネルギー以上にエネルギーを取ったら脂肪という形でエネルギーを貯金する。だから太る。もう簡単。それだけのことなんですよ。じゃあ運動すればいいのか。そうですよ。運動したら痩せますよ。でも運動しても運動してもね、食いすぎたら太りますよ。だって相撲を取り、相撲の力士、みんなものすごい運動してますよ。全員でかいですからね。だって運動してますから、あんだけ運動したら全員スリムやないとおかしいですからね。運動しても運動しても食べ過ぎたらやっぱり太りますよ。で、ダイエット本とか今コンビニとか巷で溢れてますけども、ダイエット本、あれの怖いところは、本買った時点でもうその時点で満足してしまうんですよね。この本を読むだけで痩せるとか書いてあるんですけどね、読むだけで痩せるわけないやろとか思いますけどね。あれをちゃんと理解して身につけて実行するというハードルを乗り越えないといかんのですよ、デブは。僕もそういうお腹をへこませる本とかね、バーンって書いてある、もう恥ずかしいタイトルの本とかコンビニでよう買うんですよね。お菓子と一緒に。もう、痩せる本とポテトチップスとか同時に買ったりしてますからね、もう痩せる気あれへん。ブレーキ全開でアクセル吹かしてるみたいなもんですわ。店員さんに思われてるでしょうね。こいつどないしたいねんと。絶対思われてますよ。じゃあもうどうやって痩せるのかと。それはね、もう簡単ですよ。たい平ガロ YouTube。ガロ肉体改造計画。これをご覧いただく。もうこれだけで OK です。YouTube でね、いわゆるガロズブートキャンプ。これを見ていただくしかない。まあまあ、要はこの腕立て腹筋スクワット、このビッグ3でどんだけ痩せるねんという、それを調べるという、検証するという企画なんですけども、まあちょっと宣伝みたいになってしまいましたけども、宣伝みたいになってしまいましたというかね、もろ宣伝なんですけどもね、宣伝以外の何もでもないですけどもね、でもそんなん待ってられるかいと、俺は一瞬で体重を減らしたんじゃいっていう、そんなデブの方いらっしゃると思います。そんな方に今日は瞬時に体重を軽くするとっておきの裏技、教えます。いいですか？まず、体重計に乗るでしょ。体重計に乗って、そして自分の襟首を掴んで、自分で自分を持ち上げるんです。体重が軽くなります。でも、あれですよ。力が強い人はね、加減しないと、力が強すぎるとね、自分で自分を持ち上げすぎて、体重がゼロになってしまいますからね。これは気をつけていただきたいと思います。やばいですからね、もう気をつけてください。もう、空に浮かないように。なんてバカなこと言ってますけども。今日はデブとか、豚とか、ね、暴言を吐いてしまったようで、もう、言い過ぎたようで、もう、本当に申し訳ございません。その点に関しては、本当に申し訳ない。ね、もう、僕も、体重は重いんですよ。もうこんなん言うてて体重僕も軽くないんですよ。でも、口は軽いんです。うまいね。ケツも軽いんです。何をすねん。アホ。やめさせてもらう。ありがとうございます。
はい、今週もご覧いただきましてありがとうございます。今週も告知でお別れです。どうぞ。ハローチャンネルをご覧の皆様方、どうも西川誠です。はい、はい、はい、キングダムケンタです。はい、今度出していただきます舞台です。はい、場所は新世界シアターです。シアターです。はい、ください、ね、はい、ご覧の通りです。はい、ご覧の通りです。よろしくお願いします。お願いします。